マロのことを少しバカにしておるな。食べたいもん。開封。違うだろ。ちょっとお腹いっぱいになって、スプーンが進んでない、残ってますね。食べれないんじゃないです。食べれますよね。どうしたんでしょう。マロ、プリンを食べちゃう。前回の動画の続きでおじゃる。まだチェックしていないそちは、動画のリンクが概要欄にも貼っておるから見てくれたもん。それでは早速今日も行ってみるでおじゃる。いいぞいいぞいいぞ、そろそろマロは思いっきり食べたくなってきたでおじゃる。もう予感はついておるのな。おるよな。これじゃファミリーマートからたっぷり食べたいカラメルカラマルポリー、カラメルカラマルポリー。牛のようにでかいプリンじゃ。牛にはずっと会っておらんけど元気かの。おじゃる丸さん。やり直しをするかの。私もたっぷり食べたいもん。は、牛の声じゃ。それでは開封。開封。誰かに似ておる今の声は。これは気をつけて開けるんじゃ。あたり一面すごくカラメルの濃い香りがしておる。事故るからここで開けよう。これは相当フルフルとしたカラメルじゃの。甘く見ておった。そちとはエンマ大王様の尺を取り返すためのマロの大きな敵なんじゃ。見くびるなよ。マロだって戦えるんじゃ。うん。マロの服が全部汚れておる。それでも撮影を中断しないんじゃ。これは早速マロに攻撃を一発目仕掛けてきよった。マロはいつも逃げるが絶対に逃げんぞ。みんなで力を合わせて食べるんじゃ。二度とこのカラメルをこぼすようなことはしないが、ここにラフにてか。こんなことが起こるなんて誰が想像したい。お前はこんなにカラメル乗せてどういうことだ。マロもろまでできないだろう。違うだろう。これは違うだろう。違うだろう。すまない。ニュースになったどこかのボイスメモの声を使ってしまった。いただこう。うまい。よくあるプリンの味じゃ。さて、特に言うこともないが。これはみんなでたっぷりいただこう。キーコも食べるっぴ。よくある味でも食べたいんだっぴ。食べるがよい。おじゃる様、結構先ほどは失礼なことを言っていらっしゃったようですが、この電ボがこの身をもって全国の皆様に後ほどお詫びをいたしますから、ご心配なさらず召し上がってくださいませ。たっぷり食べたいもん。お前はもう登場しなくてよい。モノマネのボロが出るからの。それでは次に行くとするか。あ、これを食べ終わってから次に行くとするか。うん。まるであの味じゃ。プリンに似てる。本当にザ・プリンを食べたい気分の時にぴったりじゃの。か
簡単にチュルンと冷たいプリンが入ってくれる熱を出した時に良いかの。マロだったら熱を出してもこれぐらいの量ペロリじゃ。ファミリーマート、たっぷり食べたいカラメルカラマルプリン。とにかく大きいの。今日とんでもないプリンを食べたいってことに。喉越しツルン。おほ、マロの評価は星 2.5 でおじゃる。しでおじゃる。おほ、純喜はこれを食べるでおじゃる。おほ、ファミリーマートから生とろ抹茶プリン。抹茶プリン、宇治抹茶使用、開けよう。わあ、北海道産純生クリーム使用と書いておるな。なんとかぐわしい香りじゃ。抹茶がとても濃いの。鼻に抜けて本当にちょうどよい。なんか羽のような物音がする気がするが。もしもし、大丈夫ですか？あ、おにゃ、そっちは何な、何な。私は鬼殺隊、虫柱、胡蝶忍です。胡蝶忍？あれ？すごいですね。これだけたくさんのプリンを、全部一人で食べるんですか？胡蝶、マロのことを少しバカにしておるな。あら、おじゃる丸さん、さっき生きて全部一人で食べようって言ってたのに、ちょっとお腹いっぱいになってません？スプーンが進んでないんじゃないですか？結構残ってますね。食べれないんじゃないですか？食べれますよね。どうしたんでしょう？なんとかおっしゃったらどうですか？食べれるんじゃん。マロは一人で全部食べれるんじゃん。お子様だから、これだけたくさんのプリンは無理ですよね。仕方ないです。お子様だから。しょうがない、しょうがない。そっち。やはりマロのことをバカにしておるな。うん。マロは決してお腹いっぱいなどなっておらぬ。全部一人で食べれるんじゃ。電ボや貧乏神とも仲良く分け合ったんじゃ。優しいですね、おじゃる丸さん。おや、あれは13年前のことや。今このタイミングでそんな話をされても困ります。嫌がらせでしょうか。視聴者さんが待ってるんですよ。そうじゃった、そうじゃった。胡蝶、そっちも食べてみるかの。ほれ、抹茶プリンじゃ。抹茶、私も大好きな味です。おじゃる丸さん、君には私の夢を託そうと思います。夢とは何じゃ。鬼と仲良くする夢です。君ならできますから。こんちょー、ファミリーマート、生とろプリン抹茶。抹茶の存在感あり。マロの評価は星読んでおじゃる。うん、まったく胡蝶とやらは。次に食べるのはやっぱりこれは夫婦かの。ファミリーマートの生とろプリン。生とろプリン、さっきは抹茶のプリンじゃったが、生クリームとミルクを使ったとろけるプリンと書いておる。開けてみよう。これは想像をいい意味で裏切ってくれた。横文字を使うがミルキーな感じじゃ。さっき貧乏神のビンちゃんにはちょっと冷たくしてしまったな。そろそろ出てきてくれないかな。おじゃる丸さん、ほにゃ、もうそんなすぐ出てきてくれおった。ウィンちゃん、ありがとう。一緒に食べようかの。ほっとします。こういう優しさ見せてくださってありがとう。私は心置きなく自分の住むところへ帰れそうです。貧乏神、そんな寂しいことを言わないでくれたも。これからもまたこうしてたまに出てきてはマロと一緒にプリンを食べるんじゃ。約束してくれたも。いいえ、私は捨てられたただの子犬のようなものなので。いいえ、私は捨てられた子犬なんてか。すみません。ファミマ限定生とろプリン、白くてとろとろ。ミルクプリンとはこのことかと思ったでおじゃるよ。マロの評価は星3つでおじゃる。
今日の動画はここまででおじゃる。次の動画を見てくれたも、最後まで見てくれたそなた、ありがとうでおじゃる。マロは隣の隣で待っておるぞ。おほ。チャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いするでたも。マロからのお願いじゃ。おっほ。